レッツゴーヤングは1974年4月7日から1986年4月13日まで NHK 総合テレビで毎週日曜18時18時40分に放送されていた若者向けの音楽番組である。略称、レッツヤン。人気番組だったステージ101の後番組として1974年4月7日に放送開始。収録は NHK ホールや CT-101 スタジオで行われていた。毎週当時の人気アイドル歌手が退去出演し、歌やトークを繰り広げた。出演したアイドルが当時のヒット曲以外にも自身のアルバム収録曲などを披露していた。また、ジャパン、ベーシティローラーズのような日本国外からのゲストや、ビトウイサオ、フセといったヤングと比較して、やや年齢層が 高めの歌手、エンカバタケから森雅子が出演したこともある。以下のソフトに本番組の一部映像が収録されている。ズートルビが交番した1977年度以降、番組のオリジナルグループとして結成され、以降1から2年ごとの代替わりを繰り返しながら、グループとしては番組終了まで存続した。ヤングヒットソングのコーナー等では、 個々のメンバーが持ち歌を披露するステージを他のメンバーがバックのコーラスやダンスなどで盛り上げる場面も見られた。第31回 NHK 紅白歌合戦では当時司会だった石野雅子のハートで勝負のバックダンサーをサンデーズのメンバーが務めている。メンバーからは田原俊彦、松田聖子の二大スターをはじめとして後年人気声優となった日高の子、佐久間玲。 今日で言うバラエティタレントの数理とも言える崖ケプチトリオの坂上都市へ浜田樹里など幅広い分野の人気タレントを生み出した点に特徴がある。サンデーズに最も長く在籍したのは結成時の1977年度から1982年度前半期に至る5年半の間メンバーとして出演した。 川崎真与であり、1978年度から1980年度までの3年間出演した渋谷鉄平、倉田真理子がそれに次ぐ、一周でも担当したバンドを記載。この他に、ギター奏者として山本徹、コーラスとしてスカッシュやシャワー、ボギーが担当した回が存在する。ありがとうございます。